はい、タカです、あんまり顔は出したくないんですけど、今日はデバイスですね。いつも YouTube とかをもう撮影してるデバイスについて、ご紹介したいと思います。まあ、新しいのもちょっと買っちゃったんで、それについても紹介したいなと思います。はい、今まではですね、こちらのカメラですね、フェミパームっていうジンバルカメラを使ってたんですけど、まあ3年ぐらいですかね、使ってはいたんですけど、さすがにちょっと故障してしまいまして、まあ電源が入らないっていうのと、ヨシンバ入ったとしてもこのジンバルの水平が取れないというようなちょっと状況になってしまいまして、最近では使っていませんでした。でそれに代わってですね、こちらの DJI アクション2、3かなっていうミニカメラですね、こちらをよくこうやってすごい小さいカメラなんですけど、まあ、防水機能もあって、まあ、アクションカムとしては良かったんですけど、こちらをですね、まあ、胸とかにつけて撮影するというようなことでやってました。ただですね、こちらのカメラ非常になんかブレるというか、胸につけて歩くとこう非常にノイズというか、胸に当たったショックで画面がなんか揺れたりですね、あとまあ音とかも、使い勝手とにかくあんまり良くないなと。でまあ新しいのも出てるみたいですけど、ちょっとアクション4かな出てるんで、まあそちらの方がいいかな、あんまりこれちょっと失敗作じゃないかな、アクション2はですねって思ってます。まあいろんな、これも水平撮れたりするんで、使ったりはしてるんですけど、ちょっと最近撮るのが、億劫になったというか、まあ、機材がこれと携帯で、頑張るしかないっていうところで、ちょっと、どうしようかなと迷ってました。はい、でまあそういう中でですね、中国ですけど、DJI のショップがですね、ここから近く広州東駅っていうところでですね、オープン、先月かな、オープンしまして、そこにですね、オズモポケット3と言われる機種が、新たに発売されたということで見に行ってきました。で、まあ見るだけではなくですね、買ってしまったということでございます。で、こちらですね、買ってしまいました、こちらですね、この袋つけてくれたんですけど、これですね、オズモポケット3って言われる、これと同じようなジンバルカメラになります。こちらと同じようなものを購入してしまったということですね。でちょっと開封動画も映したいなと思ったんですけど、お店の人がアクティビエーション手伝ってあげますよって言われるんで、中国でもあるし、やってもらおうかなということで、ちょっと開けて、もうすでにアクティベーションまでは済ませてます。じゃあここからちょっと開けていきたいと思います。はい、箱開けるとですね、こういうふうに、大きな持ち運び用の袋と、もう一つ箱が
入ってます。これこちらにはですね、カバーですね、カバーが入ってます。ケースですね、オズモポケット3のケースが入ってます。はい、こちらが、本体と、ちょっと待ってくださいね、いろいろなんか入ってますね。このような、はい、今回購入したのはこうクリエイターコンボと言われるもので、まあなんかいろいろついてるみたいです。でちょっと整理して、まあこちらがケースですね。ケース結構ね立派なケースがついてます。でこの中に、こちらが延長用のバッテリーと、追加のバッテリーと、なんていうんですかね、三脚をつけるための穴がついたやつですね。こちらがあります。はい。それから、こちらが三脚ですね。三脚。まあ、こんな感じで自立できるように。こうくるくる回してつける三脚があります。でなんかいろいろ結構いろいろ入ってますよね。あれ、なんだこれは。あ、これもこれは単なる普通の延長っていうんですかね、三脚穴のためと USB-C のための延長用のパーツですね。でこちらが、ワイヤレスマイクになります。 DJI とこう書いてあるワイヤレスマイクですね。あとケーブル類がこんな風についてます。で、肝心の本体ですね。本体がまあこんな感じということで、まあ非常にちょっと大きい、前のものからすると大きい感じになってます。まあこんな感じで、非常にここの画面がですね、実はもうこのふうにアクティベーションされてるんで、こんなふうにつながるんですけど、これがスイッチになってるようですね。はい、切れました。まあ、こんな感じですね。はい。まあ、こんな感じに入ってます。まあ、これ一通りですね、これで全部使えるかなと。もうすぐ使えるような感じになってます。説明書等もありまして、まあ、全部使える感じになってます。はい、まあ、今回こんな感じで、ちょっとあと設定画面とかですね、そういったこちらの性能とか、まあ、そういったものに関しては次の動画で見せていきたいなと思ってますが、まあ非常に結構マルチ言語で、高価ではあるんで、まあそれでも質感も良くてですね、まあ非常に満足してます。はい、まあ非常に質感も高くてですね、こういうふうに、こちらカチャッとこうつけることで延長ですね、それからここにこういうふうに、まあ、こんな風に三脚を立てたりすることもできますし、まあ延長バッテリーがいらない場合はこれですね、この
短めのアタッチメントをつけることで、ここにもこのように延長のですね、こういうふうな感じで立てて撮影できるとこういうことみたいです。あのカチャッとこう すごいいい感じで、撮れたりするんで、あとまあちょっとマイクの設定とかですね、その辺まだまだ説明書読んでないんでわからないんですけど、次はですね、次回の動画ではこちらの、画像についてこちらで撮影して、皆さんに見ていただきたいなと思います。はい、DJI オズモポケット3の購入動画というか、開封はもうすでにお店でしたんで購入動画でした。ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録とお願いいたします。はい、失礼します。